あの立川隆さんがねお亡くなりになられたということでえっ、ー、と本当にごめんをお祈りい,いたしますあの僕残念ながら立川隆さんとですねあのゆっくりお話しする機会っていうのはなくてあの本当にえっ、ー、とまあおめにかかることがあったら良かったなと思ってるんですけど、えー、そのまあ立川隆さんのお家というかですね、えー、文京区のまあね猫のような 形をした場所があるんですけど猫、ねねね、っぽいやつっていうかもう猫を好,きを好きでいらしてそこはあの、まあ、大学の近くでもあったんで時々通りかかってまあここ立花さんの,あのオフィスというかねあるんだなーって思ってたことはあるんですが、えー、とであの僕やっぱり立花隆さんは、まあ、もちろんあの田中系研究も本当に素晴らしいんですけどもやっぱり僕にとってはですねあの宇宙からの帰還というこの 著作は本当に国際的に見ても素晴らしいお仕事だったなと思います。えー、まあ、あの臨死体験の本も非常に興味深かったんですが、臨死体験についてはある意味ではその、えー、海外でもですね、えー、似たような研究が行われてまして。 <laughs> でその臨時体験でどういう経験をするとかそういうことについてはその、まあ、ニアデスエクスペリエンスですねそれについてはあのいろいろアメリカとかでも著作がたくさんあるんですけれどもこの宇宙からの帰還要するに宇宙飛行士がですね、まあ、宇宙に行って何か例えば神を見てしまったりその後宗教的なそのまあ活動を始めたりとかそういう中で宇宙飛行士の、えー まあ,見るある種超上的超越的な世界って言うんですかねこれをその、えー、宇宙飛行士にインタビューしていわゆるデブリーフィングっていうことですよね、えー、とどういうことを経験したのかっていうだから普通の人があまり経験できていないことを経験するというその宇宙飛行士の体験の中で比較的表に出にくいことっていうんですかねそのまあえっ、ー、と神を見ちゃうとか宗教的な体験をするってことは、まあ、NASA がやってた。 科学的的ななあるいは技術的な視点からのデブリーフィングっっててことを超えちゃってますよねただ宇宙飛行士一人一人にとっては大変、えー、と大きな経験だったわけでそれを丹念に聞いたこの「宇宙からの帰還」という本はですね国際的に見ても英語圏におけるあの仕事を含めても極めて独創の性の高い素晴らしい仕事をしかも本質をついている仕事だったなと思います。 であの野口尊一さんが宇宙飛行士になられるきっかけもその高校3年の時に立花、えー、隆志さんの「宇宙科の機関」を読んだということだがきっかけだったということで僕はこの「宇宙科の機関が」が僕にとっては立花隆志さんのもうベストあの、まあ、なんていうかな代表作ってことでこれは今でも読むべき価値のある本だと思っております。 であの本当、住みの人は橘さん知の,の巨人と言われていろんなお仕事をされてきて、まあね、あのこうやって亡くなられて本当残念ですけども、えー、橘さんのある種の人間的なスタンスって言うんですかね、えー、こうやってとてもとても広く世界を見てあの物事を考えるそういうところってのは本当にあの、まあ、要するにし死んだ晩所はいろんなことがあるわけなんですけど。 じゃあ人間にとって一番大事な本質的なとこは何なのかってことを考えた上で取材され、えー、本を書かれるというそういう姿勢はあのー、学ぶべきところがあると思うし、えっと、これからの時代においてもその宇宙からの帰還に相当するような人間存在のど真ん中をつくあの本質的な仕事はあるんだろうなと。あのー 僕は思っていま立花、えーまあ、隆さんについて僕は一つ個人的な思い出がありましてこれは立花隆さんに直接関わることじゃないんですけど河合駿先生とですね、えー、と以前対談させていただいたことがあってその時河合駿先生が、えー、と途中ですねあの話をする中で立花隆さんの話が出てきたんですねで立花隆さんの話が出てきてでその後ですねあのしばらくあの対談中ですね私のことを <laughs> 立花さん、立花さんって川井早生先生がおっしゃるんですよ。あの立花さんもねと言って。あの時、聴衆もちょっと、なんかちょっと戸惑ってどうしたらいいのか分かんなくて。あれ、川井早生先生。モン木さんのこと、立花さんって言ってるって,言って。僕はだから、あの川井早生先生との対談中に。 ほんの少しの間だけ立花孝志になってしまったんですけど、あのそういうことをちょっと、えー、この今回のあのお話をですね、えー、ニュースに接して思い出しました。あの人生、線は本当にあのまだお読みになってない方はぜひ宇宙からの帰還。これは本当に素晴らしい本題ですので、えー、お読みいただきたいと思います。改めて立花孝志さんのご冥福をお祈りいたします。